戦いの前にキャプテン同士のマイクパフォーマンスです。お前ら舐めてんだろう。もう私ら負ける気がしないから。もう勝利いただきます。可愛くすぐガチだ。お前ら今日は菅井様の本気見せてるからまとまって全員かかってこいよ。待って、1人はい、白玉作りの助っ人、こちらの方々です。どうぞ。あ、おいしい。あ、おいしい。程よい。ね、いいですね。おいしい。おいしいです。うん、どう、リサ。なんかすっごい美味しいです。美味しい ね手作り感が美味しいですね。うん、手作りの感じで美味しくなるおまじないかけときました。あら、どういう感じ、わかりません。背徳します。どうすない、想像以上ね。え、おいしいよね。ほら、チーズめっちゃ罪悪感。うまいよね。うまいよね。チーズがいい味出しても、ね、サービスエリアとかにあってほしい。特務がロケの内容を決めるペアバトルを決行。まず一組目のペアは菅井守屋ペア。名前呼ばれると思ってなくて、なんかテンション上がってます。キャプテン、副キャプテンの普段の会話を聞いてみたい、ロケに行けてない守屋にロケに行ってもらいたいなどの理由をいただきました。でもさっき前室でこのグループショット見てるときに、はい、守屋だけやっぱこう体育着てるからなんですよね、はい、足首グリングリ回せてあいつなんかしてるやる気あんなみたいな。すごい、何の競技やるかも知らないんでしょ。すごい、なんかさ、再現していただきます。これ組体操、これ考えたらいけると思います。さあ、それでは2人で考えてください。よーい、スタート。10 9 8 7 6 5 4。予想違った方がいいかもよ。どうする、3、あ、ちょっと変えたか、2、どうする、1、終了。さあ、あ、これはさあ、これはこれはどう。ほぼ両サイドは一緒ですね。両サイドは一緒ですね、はい、あ、菅井も指先気をつけてるんだね。波を表現してます。あ、波を表現している。ボードと波を表現していると。なるほど、これはコードですけども。なるほど、はい、正解の画像、はい、ご覧ください。こちらサーフィン、こちらですね。ということで全員不正解。そうなんですよ。これだからね、あれなんですよ、菅井が、はい、最初あっってたのよ。合ってたんだ。四つん這いになってましたよね。え、四つん這いになってたのを何、守屋がやめろって言ったの。いや、安定感的。自分が乗るのが怖かったの。きらめきを存分に表現していただきたいと思います。もう言っときますよ、きらめき、これで当たりません。さあさあ、それでは皆さんで考えてください。きらめき、スタート。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了してくださいね。これはきらめきですね。きらめいてますかね。2人で手を取り合って、あ、取り合って、はい、保護者の方が見た時は、これはきらめいてるなってなりますね、これね。あ、うちの子きらめいてるなってなりますね。組体操っぽいですか。なんか4つのきらめきが、あ、星みたいな感じなのかね。手できらめきを、うん、あ、どうしました、やばいやばい、ちっちゃい声で、ポーズ崩れた時点でもそのポーズはなくなりますよ。芸術すない守屋ペア対長澤ねるペア。さあ、自信の方はどうですか。
もう全然怪我してもいいと思ってやる気がすごいんだよな。このゲームで怪我する要素はない。ほぼほぼ柔らかいものばかり。さあ対するこちら、ちょっと今のところまだ結果が何一つあまり残せてないので、うん、結果出てないの今。そうですね。あ、そっか。頑張りたいです。確かにそうですね。それでは参りましょう、よーい。あ、いいですよ、このリズムで。あ、これこれ。おっと、長さが寝るチームが。こっちのリズム早いな。お、早い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 。すがいごりゃ早い。さあ、最後もボールを運べばゴールだ。おっそ。あ、いいですよ、いいですよ、いいですよ。これは気合の差が現れましたかね。早かった。全て一発クリアじゃない。噴水前の時のアカネの背がすごかった。どんな感じだった。気合半端なかった背中の勢いがすごかった。ということで見事、うん、お菅井守屋チームの勝利。ポイント獲得。なら自信があるというものがそれぞれメンバーにあるはず。ということで今回はおばあちゃんの、あと森谷分かってないの。森谷、森谷がちっちゃい声でな、どういうこと。嘘だろ、そんなに勘が悪い子だったっけか。何が分かんなかった。意味が分からないです。隣のトトロ見てる。はい。それを最後大事なクライマックスのところ言っちゃってたじゃん。言っちゃって次回予告で。え、クライマックスあれでしたっけ。いや、クライマックス、いや本当のクライマックスは違うけど。でもほら、メイちゃんのサンダルかなと思って大騒ぎしてたのに、あればあちゃんの勘違いだって。それを次回予告で言っちゃうっていう、なんかその解説殺すな、私。1回戦、まずは菅井対守屋。どう、自信は。最近ちょっと馬に乗ってないので、うん、ちょっと腕筋が前よりも落ちた気がするんですけど。あ、やっぱ馬乗ってる時腕筋も。腕筋ムキムキだったんですよ、ね、あ、で筋トレもしてたんだもんね。自然とついてた。そうか、菅井は腕の筋肉を腕筋っていうタイプなんだね。腕筋がね。さあ、森谷どうですか。ゆっか強そう。あ、怖いよ。俺怖いよ。強そう。この対決は見ものですね、うん。さあ、それでは参りましょう。いきますよ、はい、レディーゴー。おいい戦い。いや、いい戦い。うわ、これは持久戦。これはいい戦い。持久戦ですよ。怖い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 。女王の顔。女王の顔。気持ちが折れた方が負けよ。さあ、いい勝負、いい勝負。これはすごい戦い。まあ、消耗戦ですよ。キャプテン、副キャプテンのこの、はい、ブレイク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 。あ、一回、一回離れて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 、ね、あと注意事項、あの森谷さんの顔しちゃダメ。相手の番組であの顔しちゃダメ。スーッても、スーッても。はい、手首まっすぐしてください。いきますよ、レディーゴー。さあ、いや、すごいすごいんだよ、マジだよ。さあ、あっと、守屋がちょっと押してるか。いや、耐えるね。守屋が押してるか。手首、菅井が、あっと、菅井がちょっと押されてきた。写真集絶賛発売中でございます。菅井優香写真集。何でしたっけ。フィアンセでしょ。フィアンセ、フィアンセ発売中です。発売中です。あ、いやー、ちょっと返したか。でも手首の感じだったら手首をね、勝負が決まらない。ブレイク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 。いや、取り立ての対決です。はい、まっすぐね。はい、レディーゴー。あっと、左手の、あと、あれ、守屋がやばい、守屋がやばい。グリグリやってます、グリグリやってますよ。菅井が攻める、菅井が攻める。逃げ。いや、でも守屋強い。守屋も粘る。さあ、どうだ。すごい顔。アイドル番組の顔じゃない。ケアかけではない。やばい、これは恐ろしい。これはやばい。なんだこれ。すごい。うーん、ブレイブレイ。もういい、もういい。レフリー、これどうしましょう。じゃんけん、じゃんけん。力は互角、互角。あとは運で決めていただきましょう。せーの、最初はグー。じゃんけんポン。あー、森谷の、これも
どういうこと？まあ、小さい頃からもうお弁当とかを友達より全然早く食べちゃうんですよ。で、家族の中でも一番早いので、うん、きっと負けないんじゃないかなって思うんですよね。じゃあもう菅井的にはじゃあどうだ、メンバーの中でもう、うん、森屋以外には負けないんじゃないかな。森屋以外には、はい、どういうこと？今まで出会ったことなかったんですよ、自分より早い人には。うん、でも茜めっちゃ早くてちょっと衝撃でしたね。え、じゃあ森屋の方が早いじゃん。森屋には勝てない。ちょっとトロフィー持ってきて。え、すみません、これは、じゃあ森屋に早食い女王決定ということで、森屋初代早食い女王決定。いやだって森屋に負けたんでしょ。まあちゃんと戦ってはいないですけど、うん、まあ、勝てる気がしないなって。あの勝てる気がしないの。早食い女王は森屋決定。すっごい可愛かった。やだ。皆さん、こんなテレタキャプテンが見られる私たちの公式ゲーム欅の奇跡をよろしくお願いします。以上、欅坂46の菅井優香と森屋茜でした。6曲入っています。16曲、16曲。菅井から守谷へ感謝のキスを送ります。茜、お手紙ありがとう。これからキャプテン、副キャプテンとしてこれからもよろしくね。1,2,3 チャプチェって聞こえてる。だから、これ、石本さんかな。